ありがとうございます、トレーナー殿。これで主従ですね。あなたほどの器を持つ方はいません。そうでしょうか。光栄至極。いえ、何でも。ただ、私はこの人に使いたいと心から思った。その理由は器の大きさだと思ってた。無限の優しさと強端な決断力、そこに惹かれたと思ってた。でも、おそらく違う。器の大きさだけじゃない。この人、すごく褒めてくれる。ずっと騎士になりたかった。それはかっこよさに憧れたからだと思ってた。けど多分、それだけじゃない。私は、褒められたかった。王様と認める人に褒められて、褒められて、もうとにかくすごいって言われたい。そうだ、そうだったんだ。この人は誰よりも褒めてくれる。やればやるだけ。だったら、王よ、私頑張ります。頑張りますから。どうかご期待ください。私、本当に頑張りますから。ですから頑張った暁には、よろしくお願いします。やはりこの人しかいない。私の騎士としての誇り、譲れぬ思いをこれほどまでに信じ肯定してくれる。そしてすっごく褒めてくれる。いつだって本気で、誰よりもたくさん。トレーナー殿、我が気高き王よ、私の政権は常にあなたと共にあります。あなたが私を求めてくださる限り。では早速次のメニューへ参りますね。すべては尊き我が主のために。